ウマ娘、チャンピオンズミーティング。爆心王のセリフ切るなよ。月に一度、全国のトレーナーが、自分の相場を出走させて頂点を目指す、大きな大会である。6月は地味に入り、コースは京都、芝、3200メートル。季節春、天気晴れ、馬場状態良ですね。それでは決勝戦、対戦よろしくお願いします。決勝は一発勝負。3人出走させて、誰かが1着取れば勝ちだぜ。私の馬娘は、スーパークリーク、ナイスネイチャー、ゴールドシップですね。調子はまあまあだな。相手のメジロマックイーンが絶好調なのが気になるぜ。客室分布としては、逃げは不在の感じですね。これは差しや追い込みが有利の展開になるか。てかレイム、スパクリの捨て低くね。うん、だって彼女は、デバッファーだから。うわぁ、ほぼほぼデバフスキルじゃねえか。ちなみにナイスネイチャーもデバッファーです。?3 人中2人デバフかよ。予選でいろいろ試したんだけど、このコース、ゴルシがめちゃくちゃ強いのよね。だからゴルシ1点掛けで、あとの2人は全力でゴルシのサポートをしてもらうわ。ちなみに相手のゴルシを確実に潰すため、追い込みデバフを特に重点的に盛り込んでいるよ。ちょっと待って、ゴルシってそんなに強いのか?これがうちのゴルシなんだけど、予選での勝率は7割を超えてます。7割。確かにその数字なら、他の2人をデバフに回す作戦もありだな。うん、基本ゴルシしか勝たなかったから、思い切った手を打ってみたよ。さあ、いよいよレースが始まろうとしているな。今回レイムのゴールドシップは1番人気。2番人気は相手のゴールドシップだ。難敵になりそうだけど、うちのスーパークリークとナイスネイチャーが、しっかりと仕事をしてくれれば勝てるはずよ。デバッパーは最初から勝ちを狙っていないから若干心苦しいけど。私はどうしてもジェミニハイプラチナの称号が欲しいのだ。チーム一丸となって頑張ってくれ。よし、いいスタートだ。レイム、序盤のポイントは何だ?最初の下り坂で、ゴルシの筋回復スキル、下降後のスペシャリストが出るかどうかね。しっかりと回復しないと、スタミナが不足しちゃうからな。ああ、一陣の風出るの早いよ。これ加速スキルだから、もっと終盤で出て欲しかった。まあそんくらいまだ大丈夫だけど。さて、今回は逃げはいないけど、先行が5人と多いな。でも相手のマックイーンが一人抜けてるから、いい展開よ。先頭で競り合いが発生しないと、後ろはそこまで離されないからね。さて、下降後のスペシャリストはしっかりと発動したな。よし、あとはコーナーでインコのマエストロが出て、固有が発動すれば多分勝てるわ。賢さが若干低いから、すべてのスキルが出るとは限らないのが難しいところだな。そこはお祈りするしかないわね。エース一人構成だと、スキル不発リスクがあるのが怖いよな。まあこのゴルシの場合、固有発動しなくても予選で勝ってたりしたけどね。どんだけ強いんだよゴルシ。さあ、ライバルの相手のゴルシはほぼ同じ位置。勝負はここからって感じね。ネイチャが後ろをぴったりマーク。追い込み焦り発動。よし、これで相手のゴルシのスタミナを削ったわ。こちらのゴルシにはデバフのかかったエフェクトは出てないから。その分やや有利か。よしよし、今んとこかなり順調よ。霊夢のネイチャはすでにかなり後ろに行ってしまったが、ゴルシはいい位置につけてるな。さあ、頑張れみんな。おっと、ここでスーパークリークも追い込み焦り発動。相手のゴルシはめちゃくちゃ焦ってるでしょうね。さあそろそろコーナースキルが出るタイミング。よっしゃ、マエストロ出た。固有も出た。勝ったわ、風呂入ってくる。いや待て待て待て。これだけスキル出たら大丈夫。レース展開的にも負け筋消えたから。ほんとかよ。まあ見ててよ、私はこの時点で勝ちはほぼ確信したよ。でも、相手のマックイーン結構離れてねえか?大丈夫、このくらいのリードなら全然まくれる。ほら、私のゴルシがどんどん上がってきてるよ。ほんとだ、気づけばもう3番手じゃねえか。さあいよいよ終盤、金デバフスキルが発動してもいい頃よ。スーパークリークは沈んでしまったから、幻惑の撹乱は出なそうだが。きたー、姉ちゃんの発砲睨み、マックイーン以外のスタミナを大幅に奪う。マックイーンには先行ためらいのスピードデバフがかかった。そしてゴルシの追い上げが発動。素晴らしい、スキル全部出たわ。ゴルシ早くも戦闘、マックイーンはさらなるデバフで沈んだ。さああとは相手のゴルシとの一騎打ちか。しかし私のゴルシ、さらに差を広げていく。すごい足だ。さあ、あとは。追い込みためらい、かけるに。ここでダメ押しのデバフ。相手のゴルシ絶望的。あ、でもスペちゃんか。いや全然大丈夫だったわ。めっちゃ離れてる。すごい独走だ。何馬身離れてるんだ?これが、デバフがいくつも積み重なった結果だ。もちろん、ゴルシもめっちゃよく頑張ってくれた。スキルがしっかり出て運が良かったのもあるけど、完全に作戦通りだな。やった、勝った。ジェミニハイ優勝よ。みんなありがとう。エースのゴルシ、デバッパーのクリークとネイチャー。みんなで掴んだ勝利よ。
ありがとう。やったー、報酬、報酬。ジュエルとかめっちゃもらえるから、普通に結構美味しいよな。5000円以上の価値はあるわよね。っていうか、めっちゃ楽しかった。チーム競技場はあんまり好きじゃないけど、チャンピオンズミーティングはほんと好きだわ。楽しい時間を過ごせました。ということでおまけ、前回のチャンミ、タウラス杯のレースも見て、コースは東京芝、2400m。エースマルゼンスキー、準エースウィニングチケット、デバッパーグラスワンダー、絶好調のマルゼンスキーに注目してください。マルゼンスキー、リホナブルボン、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。マルゼンスキー、最初に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手なんて先頭を伺うのはメジロマクイーン、リホナブルボン並んでくる。その後ろからウィニングチケット、5番手に東海帝王、一馬審査シンボリルドルフ、そしてその外から行ったのはグラスワンダー。少し後ろから4番ゴールドシップ、その後ろに5番ゴールドシップ、意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。当たってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずマルゼンスキー。続いてリホナブルボン、3マシン離れてエジロマクイーン、ウィニングチケット4番手、その後3、4マシン開いて東海帝王、2マシン、3マシン開いてグラスワンダー、そのうち並んでシンボリルドルフ、その後ろに4番ゴールドシップ、1マシン差5番ゴールドシップ。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。残り 1000m を通過。先頭マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。続きました、リホナブルボン、2馬身3馬身開いてウィニングチケット、